はい、時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君博と争わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組は日曜日の憂鬱を希望に変えていく番組となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、また番組ではお便りを募集しています。メールアドレス宛先は、797@fmgino1.com、797@fmgino1.com までお願いします。また、YouTube でも同時に配信しております。YouTube から入っていただいて、FM ギノワン日曜日の憂鬱と検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。はい、お願いします。はい、はい、もうだいぶ寒さが来てますね、11月。来てますね、そうですよね、はい。もう11月も半ばですもんね。そうですね、もう冬、うん、そろそろ冬の本当に冬って感じにだんだんなりそうな感じですね。本当ですね、なんかそろそろコートの季節かなって感じですよね。はい、そんな感じで。うん、お便りを はい、お便り、ですね、東京都世田谷区の小鳥と一緒さんからですね、毎週ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これ曜日のことを先週ちょっとお話ししたので、多分その何曜日が好きかっていうのに対してのフィード、はい、コメントをいただいてるんですけど、はい、火曜日生まれだけど木曜日が結構好きですっていうことと、はい、はい、で、あともう一件その曜日に対してコメントお便りなんですけど、静岡県、の、静岡県在住の、南伊豆で夢が叶ったさんから素敵、水曜日が好きです断言です。なるほどといろいろでしたね。そうですね、木曜水曜ときましたね。来ましたね。でも木曜が、あつこさんが木曜で、僕があの火曜なんで、うん、まあ木曜2票ということで、なぜか木曜人気だったっていう。木曜人気何回っていう。ちょっとでもね、あの分母が小さいですね。もうちょっとご意見を。そうですね。いただければ、はい。本当は金曜土曜人気ありそうですけどね。そうですね。うん、思います。毎週ただこのコメントを読むのも、毎週何曜日が好きですっていうのをちょっとっていうのもありますけど、ちょっとまあぜひぜひコメントをいただければと思います。ぜひぜひ理由も教えていただければと思います。はいはい、はい、ありがとうございました。はい、はい、あと東京都文京区の文京区在住の歯が綺麗ださんから、うんうん、はい、ありがとうございます。はい、男の家庭での役割も仕事にするってもうやられました。もうそれに限ると思います。ありがとうございましたということですね。はい、素晴らしい。先週のお話で、あの男性はあのプライベートではプライベートって言うとやんないんで、うん、仕事というするっていうことにしちゃえばやるっていうお話でしたね。そうでしたよね。あ、何でしたっけ、皿洗いゴミ捨て、ゴミ捨て、はいまあ、あのやってほしいことは最初から仕事ですっていうふうに決めてやって、まあはいはい、できれば、まあ、あの計画表じゃないですけど、うんうん、あのよくこうゴミの分別表とかあるじゃないですか、 なんか、はいはい、あの何曜日何日これですみたいな、それも、まあ、できれば表にしてあげると、あの男性やるんだと思います。よく仕事ってなるんで、そうするとモードが、そうか、なるほど、はい、あの口約束だと多分感覚的になるんで、はいはい、ちゃんと表にして、
あ、そういうことですね。冷蔵庫に貼っときましょ 見せてあげるとう。いいですね。そうですね。いいことですよね。なんか私もあれはさすが仲間さんって思いました。そうですね。仕まあ、これ事にも、する。まあ、そうですね。サロンの方で、いろいろお客様と話すうちに、これだと思ったんで。いいですよね。でもなんか役割がちゃんと明確だと、それさえやってれば、ちゃんとやった気にもなるし、なんそうなんかです。やってもらった気にもなるし、いいですよね。ただ、女性はプライベートでこれやっちゃうと結構危険なんで、まあ、女性が男性がって、まあ、男女があるとしてですよ。比較的女性は、まあ、仕事だったらしょうがないんで、それやっちゃってもいいと思うんですけど、女性に多分これやっちゃうと結構、うざって思われるんで、女性はもう気がついたらやるんで。まあそうですね。女性は仕事ってしない方がいいです。そうですね。まあ、むしろこれ仕切るの女性なんで、いちいち女性側にそれ書かなくてもいいのかなっていう。そうですね。女性側に言っとけばいいってことですね。はい。はい。ありがとうございました。じゃあ、ここで一曲お聴きください。ユーミンで守ってあげたいです。ユーミン今年で50周年だそうですよね。おお、すごいですね。もう50ねえ。周年ってすごいですね。すごいですよね。50歳だったら分かりますけど、50周年？ねえ、デビューして50年ってすごいですよね。すごいですね。僕の生まれる前からやってたってことですね。すご私が生まれる前からやってたってことですい。そうですね。すごいですね。ね。すごい。なんかそれだけの年月をやり続けられるってすごいですね。ユーミンね、いろいろありますよね、なんか。ねえ。気がついたらこれユーミンだったんだっていうのもあるし。あと夏の歌がなんか多いんですかね。なんか夏っていうイメージがありますね。でもほら、恋人がサンタクロースもあるし。そっか、そういうことですね。すいません、夏といえばチューブでした。全然違う 全然違う。違う。はい。ねえ、だって50年前、そっか、ね、生まれてないですもんね。そうですね。生まれてないですね。50年前、すごいですね。ね。について、何か思い出がありますか？ ユーミン、でもなんかきっとユーミン、で、誰でもなんか思い出にあるんじゃないんですかね、どこかの場面で。なんかこのますよね、なん曲。かユーミンって知らないけど、あれユーミンだったんだなっていう、まあ、それこそ恋人はサンタクロースも、まあ、確かにあれユーミンだって思えばユーミンだったって感じですね。そう、なんかあまりにもこう自然に入り込んでる気がするので。ね、思います。皆さん、思い出の曲があるんじゃないですか。そうですね。ね。まあ、ユーミンを語り出すと多分ユーミンのめちゃめちゃコアなファンが怒り出すんで、まあ、表面、そうですね。あんまり そんなに深入りすると、ない方がいい しない方がいいってわけじゃないですけどね。そこまでファンじゃねえだろうって言われると、まあでも、ファンじゃないとかじゃないですからね。好きは好きです。みんな好きです。ね。はい、ではお便りでは、は、お願いします。大阪府在住の、大阪のおばちゃんさんからです。そうなんです。私はよく飛行機に乗るのですが、後ろにシートを後ろに倒していいかどうか迷います。お二人は、シートを倒すときに何て声をかけてますか？ありがとうございます。そうですね。なんか私、この前、新幹線乗ってたんですけれども、自分が倒すんじゃなくて、自分の前の席にいたマダムが、ちゃんとシート倒していいですかって声かけてくれて、
倒してくれて、あ、なんかすごいやっぱいいなと思って、私も倒していいですかって後ろに声かけて、ただ後ろの女の子がめっちゃ可愛くにっこりしてくれて、あ、なんかすごい気持ちいいなって思ったんですよね。それ行きの新幹線だったんですけど。で、帰りの新幹線も、じゃあまた声かけてみようと思って、後ろのおじちゃんに倒していいですかって言われたら、なんかガン無視されたんですよね。聞いてないと思って。そして、そっと倒したんですけれども、なんかあれってこう、結声局をそうかけるべきかかけないべきかってちょっと悩んじゃうところありますね。そうですね。うん。そうなんですよね。そうなんですね。ちなみにそれは東北新幹線ですか？東海道新幹線。これは北陸新幹線です 北陸新幹線。ね。うん。そう。なんなかぜですにか？コメントはないんですけど。あ、そうなんだ。なんか、東海道新幹線だと結構、まあ、ノリがいい人が乗ってんのかなって、東北新幹線は素朴な人が乗ってんかのかなって勝手なイメージです。でも、北陸新幹線できたんで、北陸新幹線はちょっとよくわかんないです。間なのか。難しいとこ言っちゃった。すみません、北陸新幹線はちょっと乗ったことないんで、わかんそうだっないですね。たんですね。でもすごい満席でしたよ。ああ、まあ、うそうですね、もう。ん。まあもうだいぶね、人が戻ってるんですね。そうですね。でも、まだそれでも75%って言ってましたね。ああ、JR そうですか。乗車率が。で、それでああ。も70%から5%上がったみたいですね、この。ですよね。いろいろね、GoTo キャンペーンもね、復活してきてますよね。そうですね。うん。ね、皆さん出かけたいですよね。で、シートを倒すかどうか。あ、そうだった。ね。難しいですね。なんか、ね。飛行機とかだと、本当にシート倒されて、自分シート倒さなかったらめちゃくちゃ狭くなるじゃないですか。だから、あえて、まあ、倒さないかなっていう選択肢になりますかね。あ、飛行機で飛す行か？機だったら。あ、わかります。あんまりちょっと乗らないんで、ちょっうん。と、そもそも新幹線って倒せるんですか？席。はい、倒せますよ。倒せる。新幹線はね、倒さないとね、あれなんですよ。なんか、前向き、こう、なんて言ったらいいんだろう。前傾姿勢なんですよ。だからちょっと倒さないと、普通に座れない感じです。はいはい。でも飛行機は私もなんか、やられたら嫌だから倒さないです。なんかやられて、後ろにやるわけにもいかないしとうんかあるし。うんうん、倒さないですね、確かに。微妙ですよね。なんかあの、う倒ん、す制度やめればいいんですよね。え、倒せないよう倒にしせないようにしちゃえばいいんだと思うんですよね、飛行機も。た。なんかおお。うそうするともう倒さないじゃないですか。ん。結局なんか全員倒すんだったらいいと思うんですよ。はいはいではい。もなんか、まあ、国際線とかで本当にエコノミーで長時間乗ってるのはもう正直倒してもいいと思うんですけど、1は時間とか、まあ、そのぐらいの中で、なんか、やっぱり強気で倒せる人と、倒されてるけど、私は倒せないわっていう人とか、俺は倒されないぜっていう人っているじゃないですか、なんかこう。はいはい。だから難しいですよね。本当なんか倒されて倒せないのが一番辛くなるんで、辛いですね。一番いいのはもう一番後ろの席に乗ることですね。うん、ああ、確かに確倒すかに。だけなんで、それは気が楽ですね。それがもう一番前か。そうですね。あと、ちょっとあの通路になってるところのそうです前ね。後はいいですよね。それうん、かまあ国際線だったらもうファーストクラスかビジネスクラスに乗るか。そうですね。倒し放題なんで そうですね。迷惑かかんないですしね、倒しても。でもなんかそ の、うん。まあ多分これ難しいですけど、国内線に限ってはもう倒す選択肢をなくせばいいんだと思うんですよね。おで、国際線に関しては倒しましょうっていうもう声をー。はかいける。はいはい。もう全員倒しましょうと。全員倒しましょう。うん。そしたらもう、別に倒して嫌な人って多分いないですよね。あの角度が。倒した方がどうなんでしょうね。どうなんですかね。まあ、そこまで倒したくない時もあるかもしれないですけど。
じゃあもう全部座席フラットにしとくみたいなね、国際線は。まあそうですね。そうすると、今度、ビジネスクラスってなんだとかなっちゃいませんか。そうですね。まあでも決めちゃうのは楽かもしもれない。う、結論は倒さない。これに越したことはないんじゃないでしょうか。全員が倒さなかったら倒さないし。短い時間ならそうですね。で、飛行機で倒したかったら、ファーストか、ちょっといい席に乗る。新幹線もグリーン車に乗る。そしたらもう文句言う。なるほどですね。後期ね、ビジネスこのの。辺に関してはですね、またちょっとお便りもいただければっていう感じですね。そうですね。ビジネス乗ったことありますか？ないです。ないです。なるほど。私もマイル使ってアップグレードとかじゃないと無理ああ、そうですね。ですね。はい。まあ、大体ビジネスっていうぐらいなんで、まあ、大体あれじゃないですか、まあ、こういうとは、ですけど、会社の経費で乗るようなもんじゃないですか。まあでも基本的にあれ仕事するためっていう席ですからね。そうです、だからビジネスですね。そうです。でも、大半の人がビジネスに乗る人って、仕事の人ですよね、ほとんど。多分、まあ、ファーストの特にそうですよね。アップグレードとかしない限り、まあ、どうなんだろう。あんまりこういうと、一応ね、やっぱりこう、いろいろ個人の見解があるんで、これぐらいにしときましょう。これしましょうか。そもそも倒すか倒さないかから、ファーストかビジネスか乗ったことがあるかっていう話になって。そうですね。じゃあ、このぐらいにしときましょうか。そうですね。はい。じゃあもう一件、あれですね、大阪府の、大阪のおばちゃんさんからもう一件、美容室に行って、シャンプー中に痒いとこないですかと聞かれるんですけど、痒いとこないってそもそもおかしくないですかっていう質問なんですけど、冷静に考えて確かにおかしいっちゃおかしいですよね。痒いとこない。痒くないよってなりますよね、それは。いや、これ、僕も結構疑問には思うところがあって、ただもうなんか、美容界のあるある儀式みたいな感じになってるんですよね。もうなんか、儀式っていうか、始まりの儀式とかなんかあるじゃないですか。民族の儀式みたいなのがあるじゃないですか。なんかなんとか族の儀式みたいな。まあそんなもんです。聞くのが当たり前なんです聞くのが当たり前っていうふうになってるから聞くみたいな感じですよね。か？なんかあとはよく美容室、床屋さんでもあるかもしれないですけど、マッサージでパンパンパンってやるのはありません？わかありれっます。て正直何の根拠もないですよ。あれっそてうなんです一か。応終わりの合図っていう意味なんですけど、正直、何ですか、癒しの効果もないし、何の効果もないんですよ。正直、言っちゃったんですけど、この。言っちゃいましたね。ただ、あそうなれがなんかできると、ちょっとこうなんかパンパンパンって多分普通の一般の人はできないじゃないですか、あれって。あれ練習が必要なんですよ。やってあげますね。全然気持ちよくないんで、冷静にあれだけを気持ちいいかどうかを感じ取りながらあれやられると逆に不快でしかないっていう 言っちゃいましたね。だから、あれですね、うちのサロンではもうそういうの一切廃止はしてるんですけど。かゆいとこないですか？まあ確かにかゆいとこ。なんか多分なんですけど、昔って多分美容室でかゆいとこないですかっていう文化が多分始まった時って多分シャンプーもあんまりいいシャンプー使ってなかったし、週に1回しか洗わない人が多かったんですよ。で、美容室でセットするっていうのが、まあ、そういう、多分1960年代だと思うんですけど、なんかそういうちょっとこう文化の時ってあったんですよね、美容室の。で、その時に週1回なんでかゆいとこないですかって多分聞いてたっていう。とこがあって、そこから多分始まってるんですよね。なるほどですそうなんね。ですよ。だから今ってもう毎日あるじゃないですか。それはもう痒いとかあったら問題じゃないですか。だから、そんな、あれですね。まあ、よく言われるんですよね。痒いとこないですかって言って、大体ないですって言われるのがほとんどなんですけど、
まあ、これはテレビで検証もやってたんですけど、かゆいとこないですかって言うと、大体関西の人はある。大体あるっこう。て言うんですか？ で、あれなんですよ。まあ、これ、多分一部の、その検証のその番組だったんで、全体的かどうかわかんないですけど、関東の人は、まあ、東京と大阪でやってたのか。やっぱり大阪の人は、かゆいとこないですかっていうと、100人中大体まあ8割ぐらいの人が、かゆいとこ、なんかいいかーっていう。東京はもうほぼ、まあ、10%もいないかったかなっていうぐらいの感じで、まあ、ほぼ言わないみたいな感じで、面白い。なんか検証結果がありましたけど。そうなんですね。本当にかゆいとこあってかゆいって言ってるんですかね。かゆい。そうですね。なんかもうちょっとそこやってとか。面白いから言ってるのかないや、面白いからじゃないと思いますね。多分普通に言ってんだと思います。そうなんもうちょっとそこ、みたいな。なるほどね。まあ、そうですね。僕も美容師人生、もう20年以上やってるんですけど、一回かゆいとこないですかって言って、全身って言われたことあって。これギャグなのか、何なのか。全身ってどんなだよっていう。あ、面白かったですね。面白かった。そうですかって感じですね。もうなんか多分これって、男性同士だったからまだいいですけど、これ男性が女性に言ったらもう完璧セクハラですからね、でも。そっか。聞かれますよね。そうですね。いや、面白かった。全身書いてやるぞって思いましたけ 本当ですね。ど。面白い。なんかよく、なんか父親に昔背中書いてとか言われません？子供の頃って。で、ああ、言われましたね。で背も、中書いてあげるともうちょっと右とかもうちょっと左とか言って、そのうああ、ち全部って言われるっていう。はいはい。でも、そのために孫の手とかあるんですもんね。そうですね。ちょっとそれを思い出しちでも、シャンプーしながら、かゆいとこないですかって、もうなんか、全身っていゃった。はい。ギャグじゃないですか。う まあ、ということにしておきましょはい。う。言わないでくださいね、全身って。聞いてる方、視聴者の方は。言わないでくださいね。はい。じゃあそろそろですかね。あ、そうか、そうですね。そう。もう時間が終わりに近づいてきたんで、まずそうコーナーということで。はい。じゃあテストコーナーやります。先週親指で、骨顔操やったんで、今日人差し指しますね。人差し指の付け根のところに、こう、人差し指の付け根を囲むように輪があるか。輪が囲むようにありま輪がすね。ね、曲がってるかどうか。これあるとソロモンの輪って言われて、割とこう、なんですかね、先生とか教える人とか、指導者みたいな、知恵がある人とか、っていう人に出るっていう。で、そうですね。両手にあると最強ですけども、こう、左手って、まあ、いろんな流派がありますけど、左手って持って生まれた運なので、まあ、持って生まれた、そういう、なんか才能があるみたいな感じで、右手にあると、まあ、こう、生まれてきてから自分で後天的に身につけていったっていう感じですね。なるほどね。これがある人は、かゆいところはないんでしょうか。かゆいところきっとないと思います。模範的な答えをしてくれると思います。ああ、かゆいところないですかって、確かにおかしいですよね、今、現。まだ引きずってる。ちょっとこれ、かゆいとこあるかないか、必要なのかどうか、ちょっとお便りください。あ、すいません、なんか手相コーいえ。ナー。ソロモンの輪でしたね。むしろほら、何を聞いてほしいかとかね。そうそうじゃないっていう、その聞き方じゃないみたいのがあったら、です。そうですね。教えていただけるといいですね。はい。といったところで、お時間そうで近づすいね。てまいりましたね。はい。この番組は、日曜日の
毎週日曜日の夜8時からやってますので、来週もぜひご視聴お願いしたいと思います。来週はゲスト来ます。あ、そう、来週はね、ゲスト来ます、はい。ぜひぜひ来週もお聞きください。ください。今日もありがとうございました。はい、おやすみなさい。